はいどうも、リゼムのタカです。リアです。キヨです。抜き打ちサッカークイズ。いや久しぶりの、嘘でしょ。いや、ホンダでかいよ。え、そんなでかいの？え、セイゴじゃないの？いや、ホンダケスケでかいし。え、マジで？え、ワンチャンマウスかなと思ったけど、俺も。
南アフリカワールドカップ勘違いしてる。おおと思った。俺これ見て、シールのやつ見て。俺もう買えへんけどさ、さっきの発言でなんか本当だとか言ってた。剣道フリーキック決めた後の大会、なんかこう本田がこうやってやってんじゃない。いや絶対違う大会。本田がね、こうやってでもワンチャンそういうの当たるよ。適当に。よし、せーの、5、5、6、6。え、5、5、待って、いや俺もう5だった。いや俺マジか、5、5。いやだって2試合なら1-1だって。いや、マジで、いや俺2-2だったけど、いやでも1-1じゃない。ポーランドだったんかな。ポーランドは負けないよ、0-1で。そう、ポーランド0-1で、俺あのマネーとやったじゃん。で、コロンビアは2点取って勝って、ね、2-1ね、うん、で、セネガルが俺1、ホンダ点取ったら覚えてんの。あ、途中出場のやつ。そう、途中出場で、でその前に俺1点入ってた気にしたんで、やばいよ。いや、それお前迷ってたやつやん。それ迷ってたやつやん。じゃあ1か2って目は分かってた。で俺ここ1か2に迷っとって、え、どっちどっちどっち。え、1。正解は6。そうや、もう2やん。あの、本田は逆転ゴールで、違う、同点ゴール。もう、まあ、いいよ、もうラーメンは。じゃあお前か、経費で払ってるから。負けんな、お前。俺最近なんか全部勝っちゃってるな、なんか悪いな、お前ら。ちょっと俺も勝ったよ。ちょっと2021年違うわ、俺の勢いが。止まれねえぜ。なんちゅうお前、コヤンキーみたいな手を振って、お前は。お前がダメだ。ダメだ。シゲの負け。おい、それにはラーメン食べに行きましょう。あー、はい、やってまいりました。来たね、ラーメン屋です。今日どこですか。今日は今日は俺の友達の知り合いの人が店をオープンしたんですよ。まあまあ遠い、1週間前にね。遠いやん、友達の友達がね。まあ他人なんですけど。今日はそこにちょっと食べ行きたいなと思って。広島ってさ、ラーメン結構、もうラーメン見えてる、ラーメン見えてる。ここです。ダン、ラーメンがっつりこうちゃん。がっつりこうちゃん、ラーメンがっつりこうちゃん。でね、広島のラーメンってつけ麺とかさ、尾道ラーメンとか、味噌は尾道ですね。あ、味噌ラーメン、お味噌ラーメンです。いいね、いいね。味噌ラーメン渋いね、なかなかないね。味噌ラーメンあんまない、広島あんまないけど、今後はなんかあの豚骨とかいろんなのを展開していく予定らしい。あ、とりあえず味噌ラーメンと、とりあえずは今日はもう展開していくってことはマジで新しいところ。そう、まずは1週間です、できて。あ、マジで13か。ちなみに今日貸し切りにしました。え、マジで。はい。俺の権力で。お前貸し切りできる。やっぱこいつ筋トレしてるだけやっぱ太なってるわ。じゃあお前のサングラス何それ。いや、がっつりこうちゃん奥にあるんですね。そう、奥にあるんですか。もう路地通ってます。すごいね。やば、見て、貸し切りしてるから今日本日クローズ。クローズになってるよ。こんにちは、こんにちは。あ、食券タイプ、食券タイプ、食券。なるほど、お願いします。あ、やっぱ食券も新しいですね。ここで食券を買っていただいて、あ、味噌ラーメン。今日は何いただくんですか。今日は確かに、今日この味玉ラーメンと、うん、ガッツリ味噌。味玉、ガッツリ味噌。なるほど、ガッツリ味噌ってなんかすごいね。ガッツリ味噌2種類で攻めると。ちょっとおかしい、おかしい、おかしい。俺いる。お母さん、俺映ってるよ。ラーメン屋で流れてんすか、リズム。トリスナーやった。すいません、ありがとうございます、気使っていただいて。トリスナーやった。お待たせしました、ガッツリ味噌ラーメン。はい、ガッツリ味噌です。お前ガッツリ味噌。はい、すごい、お待たせしました。ごゆっくりどうぞ。うわ、ガッツリ、すごい。ありますよ。すいません、今日はお互いに。これはチャーシューね。チャーシューに、チャーシュー2種類ない。2種類あるね。マジで、早く食え、飲みんね。ね、いただきます。お前の食レポ期待しようか。お先に、あ、こういう麺ですね。どういう麺。こういう感じです。いや、今もバリゲタやねんけど。もうスープからいくんじゃん、そういうのって。俺は、うん、一回冷ましとんね、こうやって。なんか、夫婦したのか。めっちゃちょうだい。めっちゃ濃厚、濃いめの味噌がないやん。お前やってんの。うまいっすよ。うまっ、濃いやろ。
なんか濃厚、濃厚味噌、濃厚味噌、濃厚味噌、濃厚、濃厚。お腹空いてきた。まだあのすすぎがやっぱ食欲そそぎる。マジでうまい。すすってすすってもっと。完食していい？普通にまゆまい。パリマそうやん。じゃあ、え、味玉豚骨ラーメンです。これまだ未発売のやつですよね。あ、はい。いやいや、お前、いやお前手触るな、お前。お前手触るなよ。僕ですかね。あ、これ俺もやつで。はい、あるんす。俺味噌。お前はもう。すいません、いただきます。はい、いや、これもうさ、すごい。いや、これもうさ、メニュー出した方がいいんじゃないかな、これ。あ、これ、あれか、この時点で。そうか、今はないんか。そう、でも出す予定らしい。俺、最初、ちょっと、チャーシューからいただきます。癖強いな、普通スープからしたもん、そういうのって。マジうまいですよ。うまっ。チャーシューだけでうまい。じゃあ次、ちょっと汁。次、次汁なんや、ほんで。マジでうまい。ちょっと俺のまだちょっとね、濃いめの豚骨って感じだね。マジうまい、うん、ああ、濃いめの豚骨でこっちも濃いめの味噌。味噌すげえ、これおごってくれるようになったら嬉しいね。確かに。いや、当たり前のお前おごるのはいいんだけど。いや、お前あのサッカー、サッカーおごるのはいいんだけど、お前におごるのはなんかやだ。ふに落ちへん。違う人におごりたい。なんかふに落ちへんな。負けておごるわけじゃん。そうやな、それふに落ちへんわ。卵もバリうまい。ぶちうまいけ。これぶちうまいけ。卵めっちゃうまそうやな。マジでうまい。うまい。あ、俺の来た。ちょ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 。お待たせしました。高さんのパンに作った豚骨ラーメンです。あ、これ豚骨っすか。はい、でっか。待て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 、大丈夫待て、大丈夫ですか、持ちましょうか。どうぞ、ちょっと食べてください。えぐいな、いいな。ちょ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 、でかすぎじゃないですか。大将、味噌ラーメンです。大将、大将、これはいや、タカさん、僕 YouTube いつも拝見させまってるんですけど、なんかペヤングいつも食べてるけ、やっぱペヤングよりか味噌ラーメンの方がいいかなと思って。八丁味噌と西京味噌と麦味噌をミックスしたかったり。え、そんなミックスしてんすか。え、これ僕のために特別ですか。そうです、タカさんのために。え、これメニューないですか。これスタンプカード50ポイント貯まった方に食べたものなんですけど、タカさんにまで試食してもらって。ああ、そういうことですね。あ、じゃあ普通にあるってことですか。そうです、50ポイント貯めたら、はい、これマジであるらしい。でかすぎじゃない。ちょっとこれ、これ何玉ぐらい入ってるんですか。確かに3玉入ってますね。3玉。いや、3玉肉が多分1キロぐらい入ってると思うんですよ。肉1キロいけるやろ。いけるやろ。目玉ないけどさ、どっから食べたらいいの。どこでもいいの。ほんまに普通に食って、今日麺が見えへんねん、もうまず。確かに。まあ俺ならナルトから行くかな。じゃあこれほんまにどうして食べるの。いただきます。どうぞ。チャーシューうまっ。うまい、ほんまにうまい、ほんまにうまい。やばい、おすすめしてうまい。ちょっと待って、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 なんかさっきターシュ言ってたけど、一人が持ってて、例えば俺がスタンプワード持ってな、お前らも一杯ずつ食べたらこれだけで3分しか話してない。だから50ポイント貯めるために、ポイントをシェアして、あ、そう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 。だから意外と50ポイントって50杯取らなあかんと思うけど、友達5人連れてきて10回来たらこれでポイント。5人でこれ食えよ。大将アルバイトやってますね、これ。顔で大将顔でやるんです。アルバイト、ネギチャーシューご飯も。聞いてない。さらにご飯もちゃんと食べて。これはちょっとお好みでマヨネーズ。これタカさんにですよね。タカさんにですよね。お姉さんからお姉さんですか。あ、確かに。リズムチャンネルを見て、あの来たって言ってくれたお客さんになんか煮卵サービスとか、ね、そういうのがあったら、リズムチャンネルを見て見ましたと言って来店していただいた方には煮卵サービスということで、はい、大丈夫ですか。はい、来なかったらちょっとやばいな。俺らのメンツさんがない。ガッツリこうちゃん。